国民スポーツ大会にご出席のため、10月11、12日に佐賀県を訪問された愛子さま。初の単独地方公務となった愛子さまの装いについて、ファッション評論家の石原優子さんに解説していただいた。1日目、ピンクを選ばれる愛子さまは、国民に愛されたいと願い、そして実際に愛される方なのだと思いますと石原さん。淡いピンクベージュで大人っぽさも忘れずに、 またジャケットには少し太めのトリミングが、雅子さまの工房として初の地方ご公務も、トリミングのスーツをお召しでした。襟と袖のトリミングは丸いですが、前立ては直線でキリリとした印象に。ご公務への強いお心の現れでしょう。石原さん、二日目、二つの海に面した佐賀県にぴったりのマリンルック。紺のブレザーのボタンには、怒りのマークが書かれています。 6枚ハギの少し広がりのあるスカートにボーダーのインナーと、同世代のスポーツ選手とお会いになるためかカジュアルな装いですが、ブレザーの襟とスカートにはステッチが施されており、きちんとした印象も加えられています。石原さん。